から買い物に行きます。まあ何を買うかっていつもお決まりっていうか、私の買い物は猫の餌なんですね。あと猫の砂とかですから、ちょっとね、大きなスーパーに行って余計なものを買ってしまうといけないから、あのガソリンスタンドの中にあるキャフールっていう、キャフール系列のスーパー、キャフールエクスプレスっていうのがあるから、そこで最近買うようにしてます。猫の餌だけささっと買って終わりみたいな、5分で終わりみたいな。大きなスーパーに行くと人がいっぱいいて並んだりしてると行列なので、あとね、避けようかと思ってます。まあ近場で買い物できるっていうのはいいですよね。あの先日なんかは風が強くなってきた。先日のようにベルサイユの近くまで行くとか2時間半ぐらいかかって行って、だから往復で5時間ぐらい無駄にしてるわけでしょ。だからそういう遠いところに行った経験からしても、近くにいられるっていうのはとても幸せだから、あのそういうことをするからそういう幸せを感じるわけで、ただね、あの猫ちゃんが病気だからそれが心配ですね。どうなるか。ただやれるだけのことはもうやったので、私はもう仕方ないと思ってます。あのこの猫ちゃんにいろいろかけてきた情熱というか、できることはここまでですね。というわけで、なんか松田とか書いてある、ここ前はね、ここね、あの他の日本の会社も入ってたんですよ。なんだっけ、日本のあまり知られてないマイナーな、なんだっけ、なんだろう、でもなくなってた。もう見えてる、ガソリンスタンド見えてる。とにかく私の今やることって、もっと仕事を増やすことですね。あのもしかしたら、あのああもう無理かもしれないけれども、この猫ちゃんは無理かもしれないけれども、他にも猫ちゃんいるし、このようにお金がどんどんかかっていくとしたら、やはり安心するためにも仕事を増やすってことかな、この春から。まあ遊んでられないってこと、とにかくロックダウン中は家にいることが多かったし、休んでいることが多かったから、それがもう終わって活発に動く時だと思うし、あとは何かね、友達関係でも離れちゃいましたね、みんなそれぞれの道を行くっていうか。猫ちゃんのことの方が、友達に合わせるよりもやらなければならないことっていうか、その優先なので、どうしてもね、お友達と遊んでる暇もないですね。そう、そしてね、あの ギターを習うっていう、そのなんだろう、そういう暇もなくなって、それもね、やっぱりロックダウン中に暇な時間っていうのがあったから、そんな思いがよぎったんだと思うけれども、今ねちょっとね、定年退職した後ですね、ギターはこうなると。という感じで、まあ慣れることですね。あのショックなことは多いけれども、その時ショックで、あとは諦めっていうか流していくっていうか、
慣れることですよ。受け入れて流す。ですから今回の事件というか、まあ、猫ちゃんの病気事件、あ、風がすごい吹いてきた。これによって私は、まあ、ギターのレッスンに行くっていうのは今のところ諦め、あと、まあね、あの旅行とかもしないと思うし、あの家にいて猫の面倒を見るみたいな続くと思うし、まだ他にも猫ちゃんいるからね、うち。あとはそうですね、旅行しようと思っても無理ですね。これはもう旅行する費用があったら猫にかけますね、これ、という感じで。他に、あ、着いちゃったからここでやめようと思います。ここがね、スーパーになってるんですよ。チャオチャオチャオ。